ゆい見た目見よう。さあ始まりました、いきなり見かけ見よう、略してイギミン見かけプロジェクトの佐藤国です。浅野翔です。本間隆です。見かけプロジェクトとは、日本各地の民謡を次世代へとつなげる思いを一つには楽器の可能性を追求しながら活動してきた3人が集結、現代の感覚で作編曲し、全国の皆さん改めて日本の皆さん世界に伝えていく、そんな活動してるプロジェクトです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、とりあえず南青山お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱあなたかっこよかったですね。そうですね。やっぱ皆様俺様じゃないですけど、ちゃんと自分の世界観持ってらっしゃってて、まあみんなやっぱりね、あの和楽器ですから民謡もやる曲もあったでしょうしね、まあ、我々はもうド民謡でしたけれども、はい、お疲れ様でしたですね。また絵のもやりたいですね。対バンって初ですね。初でしたよね、はい、いやそのやっぱグループで出るのってもまたいいです ね。だからやっぱこう対バンでね、でそこにこうユニットで出るってなんかいいですよね。本当ですね。プロの方と楽しいです、ね、太鼓もあったし、三味線も琴もあったし、歌も民謡もあって、結構もうオールジャンルあったんじゃないですか。その和楽器で言えばですけど ね。はい、とりあえずお疲れ様でした。あの前回翔さんがもうずっとライブやりたい、ライブやりたいって言ってましたけどね、うん、あのね、一つね決まりました。コンサートやったぜ、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 うん、そしていつ、うん、これは11月19日。あ、何？11月の19日ですね。11月の10 土曜日。土曜日ですね。はい、あーどうだ。あーどうですか。2人のビッグショー。はい。2人のビッグショー。誰と誰と誰と誰の見かけプロジェクトと。はい。トーネさんという。はい。もう遠いに音と書いてある。遠くに響く音って意味らしいんですけども。まあ。我らがというか僕の演奏者の尺八をもうほぼ全部作ってくださってる三塚さんっていう方がいるんですけど、その方がやられてる、まあ、グループといいますか。そうですね。まあ、おことに奥様の、美穂子さんもいらっしゃる、はい、あと ギターの方がいて3人の、はい、グループなんですけど、その方々と 2グループで見かけと、はい、ジョイントさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。光栄ですね、はい、この先輩方とできるということは、ね、僕がだって大学入ってすぐにもう生意気ですけども、僕卒業したら絶対プロになるんで、あの一尺三寸っていう長さから二尺三寸まで一括買いますと。すごいね。作ってくれて、もちろんそのなんつうか学生価格にちゃんとこうなんていうんですか、してくれて、まあ、恩人ですよね。すげえ、はい。で現役でまた尺八ももちろん演奏されるし、生還もしてるし、今のだからプロの方ほとんど三塚さんの楽器を世話になってるでしょうね、一回はね、うんうん、絶対的に。あと何がすごいって、あの楽器だけじゃなくてマイクとかも作られるんですよ。で僕も卓録しているマイクがその尺八用に三塚さんが作られたマイク、まあ、改造というか。で何を隠す、見かけで使ってるおことのピエゾマイクって言い方ですか、あの振動をね、うん、吸収して音が出るマイクも三塚さんのマイクを、うん、でもあれに出会えなかったらね、ね、違いましたか。あのだから前に、一緒にやってたグループでは太鼓が結構フルで叩くと、うん、やっぱりあのサウンドホールっていって下にある、ね、穴からマイク入れるとやっぱハウル、うん、音が聞こえないものになって、でそのマイクがいいんじゃないですかみたいな感じでやってみたら、まあ、まあまあ、うんね、うん、やっぱ本間さんの、そのなんていうんですか、アプローチっていうか、やっぱコード感もやっぱ聞こえる、うん、あの、なんていうんですか、アプローチが多いから、ちゃんと聞こえてこないとね。うん、あのマイクのおかげでだから、エフェクターも使えるようになりましたからね。綺麗にエフェクターを取れるようになった。そうか。三味線のもだからあるって言ってましたからね。言ってましたよね。そうそう、なんかコマにつけたらいいんじゃないかとか、もう発想がね。うん、だって普通なんかみんななんていうんですか、あのマグネットタイプか、はいはい、そのピエゾを革に貼るか、ね、か、はい、あのエレキか、うん、あのこういうのをここなんつうかってネックのね、ラベルやないマイクみたいな ね、つけるかですけど、そのコマにつけちゃえばとかっていうその発想がね、はい、うん、もしそれができたら三味線もこうもっとエフェクターが生きてくるんじゃないかなっていう、ね、そういうことも意見交換ができる今回機会なので、意見交換できるというか、あの嬉しい、なんていうんですか、教えていただける、うん、なるほどね。それもちろんな、水川さんそれレコーディングエンジニアもされてますから、そう、和楽器はその何ですか、どこが鳴ってるとかも理解されてるんで、うん、あ、翔くんの音ここが鳴ってるんだとか、なんかこうしたらいいんじゃないとか、なんてそういうのも我々のチームの音響の方にもこう見ていただいて、ね、
ね、いいものを吸収。先人の知恵や。そうです。場所がですね、三塚さんのその選手社歌手工房ってあるところが狛江なんですけれども、こちら狛江です。11月か11月、まだ先だな。まだ先よだ。まあでもね、きっと10月も11月もあるんじゃないですか。あるんですね。我々あります。わかんないけどあるといいね。その間に船はありますか。船か船か乗りたいね船ね。ないです。ない。ちょっとまだない。まだまだお声はかかってないんですが、なんかもう屋形船とかでもいい。屋形船やりたいっすよね。やりたい。屋形船いいっすね。屋形船ライブ、屋形ライブとかすごく素敵だ。見かけでやりましょうよ。いいじゃないですか。屋形ライブいいんじゃない。限定15名様とか、ね、めちゃくちゃ限定じゃん。いや1人ね、はい、それちゃんとほらお料理も出るしさ。あ、そっか。じゃあやっぱ一本までですね、20万くらいの料金で15人それは旅行じゃないのに ね、 そうだね。まあけどいいよね。いいですね、そういうのも。確かにそれいいですね。それいい。乗れなかったね、自分たちで乗っちゃいますチャレンジみたいな。そう、緊急決定。ご覧のね、屋形船関係者の方。あ、自分たちでやるんですよ。オファーを待ってるんだ、それも。受け身なんだ。いやいや、自分たちから言ってもいいですけど、行きたいんですけどね。あ、でも屋形船やりたい。やりましょう。それもなんか、例えば花火大会がある時に一緒に花火を見ましょうみたいな。それはもう演奏しなくていいじゃん、一緒に見たい。いやいや、打ち上げる前の直前になんか30分、40分ぐらいやり、一緒にバババババーン。楽しみ。楽しみ。いずれなんか、見かけオリジナル花火とかね。花火師に作っていただいて打ち上げてもらう。それをね、どうやって出るの。いや、俺らが出るんじゃないよ。俺らが打ち上がっちゃうんじゃなくて玉屋にならないの。俺らはびっくりする。なんかほら、自分たちでなんかできるって言うじゃないですか、言葉とかやる人みたいな。あれこう見かけって出る、なんか花火を見かけの家紋みたいになったらいいよね。あ、いいですね。なんかそれ良くないですか。いいですね。見かけがいずれそのフェスでメインで晴れるときに、うん、最後の曲終わったらこう、ぜひあの花火関係者のね、方々だから受け身かと自分たちでトイレやろうよって言ってからまずはそうだ。あ、まあそう ね、 まずはね、花火に関する民謡。花火ってないか。花火歌詞には出てくるけれども、歌詞にやっぱあるの。花火にまつわる民謡。花火や花びらなら花びら全然違うやな一回だ、探してみましょうか、ね、花火ね。でもやっぱ花火師の方々 の、 その労働家とかあるんだろうね。あるんじゃないですか、うん、きっと。命と間違えば爆発だみたいな、うん、ね、日の本の民謡はね、なんかあるんじゃないかな、探せば。でも花火って素敵ですよね。その、うん、なんていうんですか、じゃあ言い方あれかもしれないですけど、一瞬じゃないですか、はい、その輝いてるっていうか、みんながウォーってなる瞬間、はい、そのためにどんぐらいの時間をかけて。そうだね、うん、それからさ、うまく風の具合とあれで ね、あれね、一瞬の勝負だ。我々と似てるなと思うんですよ、一音を大事に出すって意味で、うん、花火もその、あとこの散り方とか儚さというか、人生と一緒ですね。なんかちょっといいこと言う。あー、船乗りたい。船乗りたいっていう花火を打ち上げたい。だって本当だったらね、阿波踊り見て次の日は山口県のね、そうね、下関でね、花火大会。翔さんはいなかったけど ね、まあ、僕がボーカルで、まあその機会がなくなっちゃった ね、残念なことに。だからぜひあの、あ、じゃあのお待ちします。まさに受け身会っていう。全部受け身スタイルであの話してきましたけど、まあ、船ももちろん、花火もね。花火でも屋形船、うん、いい屋形船やりたい。大丈夫ん、事故んない、一緒に俺たち乗ってこう引くのと。ああ、俺説あるよな。あ、だ今回もそれかな、やっぱりトラブルがつきものだ、ね、船トラブルの人。そうなんですよ。あ、ね、あのこの前だけ無事に行ったの。うん、ああそうなんだ。誰だ。そう、あのジャミーズで乗った時は、まあ、何事もなかったけど、前乗った時もそうですし、関口さんってギターの方と乗った時も僕はいなかったんですけど、僕が降りた後になんかぶつかったらしくて、屋形船は大丈夫。屋形船になかったら沈没だからね。そうだね。屋形船って横浜と、確か僕が知ってる浅草にあるんですけど。浅草ありますね。浅草、やっぱり浅草かな、見かけは。よくね。そうじゃない、そうね。そっか。
吉祥寺のスワンボートとかはどうなの？じゃあ、シドバズの池の白鳥さん自分で漕ぎながら自分で漕ぎながらいいねいいね素材像欲しいねどこで入んないけどね、おことスワンだとさすがにあ、そうだね片足とシャミじゃないけどそうですね、うん、そっかそっかさおことで、もうこうおことで行くおことで行く引きながら、こういうタイプこうでも泳げないんですよ泳げないだからもうダメじゃん泳げないからバットエンドあ泳げます僕も得意じゃないですよあでも潜りますよねうんでもあれは全然違うから大丈夫なんへえあれがあるからそうか、うん、あれこうやってやるんですもんねそう出てきた時に「I'm OK」「I'm OK」意識ありますみたいなあなるほどそっか水圧とかねそうなんです酸素耳とか痛くなんないですかなるんであれやるやっぱり耳抜き耳抜きああかっこいいね それもなんか見てみたいですね潜ってるとこ僕らお酒飲みながらねあ行ってるわ俺たちスキー場の下のお母さんみたいな行ってる行ってる行ってるそんな浅瀬そんな浅瀬確認できる浅瀬でさおい行ってる行ってる行ってるわいやライブやりたいな潜った後に俺釣り竿垂らして針落とそうそうでこうやってクッッ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 ッぜひ見てほしいです、本当。アルツハイマーの回をぜひ見てください。それでは見かけ星の佐藤浩太、浅野翔吾、お待たせでした。また来週。